私もついていきたかったけど。ま、今日明日はゆっくりしてな。何せコンパクが半分断ち切られたのに近い状態だったみたいじゃねえか。幸いよく聞く東方の霊薬を先生から処方してもらえたみたいだが。とんでもなく苦かったけどね。ちょっと甘いものが欲しいかも。でもだいぶ楽にはなったかな。そりゃ何よりだ。心配すんな。OSPG として一足先にアンカービルは探っておく。後からエレインも合流する予定だから、体調が戻れば一緒に駆けつけりゃいいだろ。まだ OSPG 出してないんだけど。しかも永久遊撃士と一緒にとか。まあいいや、せいぜい気をつけて。ああ任せとけ。それとよく掴んでくれたな。別にあなたたちのためじゃないし、あの先生とシシさんと大家の女の人に礼を言っといて。それとあのアニエスって人にも。サービスで伝えとく。起きられたら改めて自分で言えよ。考えとく。そういえばあの人へのプレゼント決まったの？いや、まだだか。つうか、どうでもいいこと覚えてんな。どうでもよくないよ。私たちは、誕生日とか、知らないし、きっと、嬉しいはず。だから。結社含めて足を洗わせたくなってくるが。ねえバン、夜だ。ちゃんと寝た？ああ、だいぶ楽になったみたいだ。ポーレットたちの看病のおかげだな。
ヨルダちゃんが頑張ったからよ。それとアニエスちゃんのおかげかしら。ここに運ぶまで付きっきりで励まし続けてあげたんでしょ。ああ確かにお手柄だったかもな。看護師とかにも向いてるかもしれねえ。そうね、解決屋さんもいいと思うけど。さあここはいいから、バンさんも少しはゆっくりして。明日は朝から出発なんでしょ。それとも少し街を回ってくるのかしら。ああそうだな、改めて感謝するぜ。こんな面倒までかけちまってよ。もうだから水臭いわよ。タナコといえば家族も当然。あと一部屋あるし、行くあてがなければヨルダちゃんも誘っちゃおうかしら。確かお兄さんもいるんだったわよね。ヨルダここに住むの？夢も賛成。回復したらそのうち話してもいいかもな。そんじゃ任せたぜ。夢はそろそろ寝る準備をしろよ。まだ夢眠くないもん。明日までには考えといてくれ。ちょっと不良っぽいシルバーアクセとか初ピアスなんかでも構わねえぞ。それは私にはちょっと早すぎるような。とにかく考えさせてください。どうでもよくないよ。私たちは誕生日とか知らないし、きっと嬉しいはずだから。すみません、バンさん、ちょっとシャワーを浴びていて。って何でもありません。悪い、せかしちまったか。明日の出発の話じゃなくてちょっとした確認なんだが、昼に話したプレゼントの希望、何か思いついたか聞こうと思ってな。あ、決まってねえならいい。なんなら明後日の当日でもいいぜ。ただまあしばらく首都を留守にするかもしれねえし、もし何かあればと思ってな。その多分バンさんこれから一人で夜回りに行くんですよね。あ、そういえばヨルダちゃんの様子は。ああ、さっき目を覚ましてまた疲れて寝ちまったところだ。薬も効いてるみたいだし、まずは一安心ってところだろ。そういやお前に礼を言っといてくれと頼まれたな。そうですか。でもよかったです。話を戻すが、確かにこれから軽く回るつもりだ。そのついでってわけじゃねえが。ありがとうございます。でしたらそのプレゼントの代わりになんですけど、今夜だけその夜回りに私も付き合わせていただけませんか。
ちょっと大胆だったかな。バンさんが目を丸くするのが目に浮かんじゃったけど。迷いもなくなったかな。ちゃんとバンさんをサポートして一緒の時間を過ごさせてもらって、最後の一歩を踏み出さないと。できません。せめて月2でお手伝いさせてください。それにアンダルシアの冬季限定ケーキが無事買えたんです。コーヒーを入れますからお父さんと召し上がってください。その方が効率がいいしな。で、なんで制服なんだ。昼間着ていた服を洗濯して乾燥機にかけてしまって。すみません、ちょっと目立ちますかね。いや、今夜はそこまで何かありそうな気配はね。もし職質されたりしたら親戚のおじさんとか言い訳してくれや。了解です。全然似てないしすぐバレそうですけど。あ、いえ、親戚のお兄さんとしてごまかさせてもらいますから。拾ってくれてありがとうよ。頑張りなさい、アニエス。でもどうして。まあいっか、あれはあれで。さっきも言ったが、明日もあるし、軽く外区を回るだけにするつもりだ。一応掲示板は確認するが、この様子だとほとんど出てねえだろ。ああ、それより本当にいいのか。プレゼントどころか深夜バイトに付き合わせてるだけな気もするが。いいんです。その形のあるものよりもバンさんからはできれば思い出をいただければと思ったので。だったらせっかくだ、大人のエスコートぶりを見せてやるよ。お前ら学生同士のデートとは一味違う刺激的な夜を乞うご期待ってね。刺激的ってというより、そもそも私デートしたことなんて。なんだ、そうなのか。なら予行演習だ。本番であたふたしないよう、それっぽく相手を務めてやるよ。もうからかわないでください。それにバンさんとのデートとか特殊すぎて参考にならなそうというか。何を。
おお、こいつはなかなかのアングルだな。間近で見るのもいいが、俯瞰して見られるのも大津なもんだぜ。そうですね。ああそうですよ、野郎ってのはいつまでも子供っぽい生き物なんだよ。そうじゃなくて、前に家族で乗った時、お父さんが同じような反応をしていたなって。そうだったのか。今は自分じゃ乗ってねえみたいだが、結構好きだったりすんのか。それはもう、バンさんと同じインゲルトのファミリーカーに乗っていましたね。バンさんみたいに改造しようとしては、お母さんに笑顔で止められてましたけど。その点だけは大統領閣下に同情するぜ。結局母が亡くなって現職となってから手放してしまいましたけど、テロ対策という話でしたが、それ以上に辛かったんだと思います。あの車は家族揃って出かけるときに欠かせないものでしたから。そうか。別に慰めてくれなくても。あとデートの予行演習なのに父親代わりはどうなんですか。まあ本人があの忙しさだ、こんくらいの代理はいいだろう。それにそんな思い出がある場所で大人のイロハを教えるっつうのもな。大人のって、もうバンさん。悪い悪い、だがなかなか楽しかったな。もうはい、帰ってきたらいくらでも見られるだろうにとは思ったが、今夜は雲一つねえんだな。人とは思えないほどの星空だ。そうですね、月はあちらですか。あと2日くらいで満月でしょうか。ああ、それこそ打ち上げ日にちょうど満月になるみたいだな。お、マジで空気が澄んでるな。タワーがあんな高校と見えるぞ。家族との思い出の場所だったか。観覧車には乗ったが、どうせだったらタワーの方に行ってもよかったかもな。お気になさらず、馴染みの場所をなるべく見回って自分なりにすくい上げようとする、それがバンさんの流儀というのは分かっていますから。あ、前から言ってるが、食えなくなりやがったもんだ。ひとえにバンさんや皆さんのご指導の賜物かと。同じく繰り返しになってしまうかもしれませんが、ゲネシスの創作にバイトでの日々、プレゼントの代わりだなんて、ずうずうしいわがままに付き合ってくれて嬉しかったです。
こんな夢みたいな夜を一緒に過ごしてくださって。だから何度でも言わせてください。ありがとうございます、バンさん。深夜のバイト代も出さねえ雇用主にダマくらかされてるようじゃまだまだだな。夢みたいとか、本番の初デートで簡単に言ったらちょろく思われちまうぞ。ま、若いうちは多少痛い目にあっても人生経験にはなるだろうが。じゃあ人生経験させてください。え？初めて会った時はなんて失礼な人って一瞬思ったんです。そのいかにも世間知らずの学生がこんなところに来てんじゃねえよって感じで、発育がどうとかありえないとか思っちゃいましたし。ああ、ま、首都に住んでりゃどうしたってその制服は目立つ。1年ってのはただの勘だ。発育はともかく擦れてなさそうだしな。初でもすぐにそれが私みたいな小娘を裏から遠ざけようとする配慮だと気づいて、同行させてもらってずるいところもあるけど、どんな相手にもバンさんなりのやり方でちゃんと寄り添っているんだなって感じて、どんどん目が離せなくなった。多分それがきっかけなんだと思います。アニア、あなたが好きです、バンさん。あさって17歳になるとはいえまだ学生の身で、それ以前に子供で、釣り合いが取れるなんて自分でも全く思えませんけど、それでもわがままのついでにこうして伝えさせてもらいました。あなたが好きです、愛しています。つい茶化しちまうたちなんだが、今回ばかりはそうもいかねえな。眩しいっつうか、どう考えても子供なんかじゃねえだろ。ああ、体がってわけじゃねえぞ。何か言いました？すみません。いや、俺もちょっとうろたえてるらしい。正直なところを言わせてもらっていいか？もちろん、遠慮なく。お前はさ、俺にとっても特別だ。ガキの頃にあんなことがあって、学生生活にも結局馴染めず逃げて、いろんな人間に助けられながらも結局一人で生きていくもんだと思ってた。そんな中に強引に入り込んだのがお前なんだ、アニエス。俺の初めての助手。それがきっかけで何の因果かここまでの大所帯になって、エレインやルネと前みたいな関係に戻れたのもお前のおかげじゃないかと勝手に思ってる。それは、まあ聞け。ハンマカの時に力ずくで俺を連れ戻しやがったのは言うに及ばず、昨年末もてっきり他の連中がいなくなるもんと思い込んでた俺にダメ押しで分からせてくれやがったのも含めてな。あれはちょっとタチが悪かったと反省してます。自覚があるなら何よりだ。で、何が言いたいかというとだ、そんな特別に感じている相手がそこまで思ってくれるっていうのは嬉しくて眩しくて
気恥ずかしくも正直満たされた気持ちにはなっちまう。だが悪いアニス、お前のその気持ちには応えられねえ。でもないんですよね。ああ、それがゼロってわけじゃないが、正直あいつとはどう接していいかわからんところもある。かつて傷つけちまった相手、どの面下げてっていうのもあるが、その原因が今も根本的に解決できてるわけじゃねえからな。だがまあ、お前への返事にエレインが関係ねえっつうのは確かだ。お前が学生だったり、俺が雇い主だったり、理屈はいろいろつけられるだろうが、お前を恋愛相手としては見られねえ。それが今の俺が返せる唯一の答えだ。ありがとうございます。ごまかさずにちゃんと答えてくれて、一歩踏み出した甲斐ありました。そうか。ああ、もうバンさんのバカ、かっこいいことばっかり言ってないで手を出しちゃえばいいじゃないですか。それで黙ってエレインさんとも付き合って二股の最低男になっちゃえばいいのに。むちゃくちゃ言うな。ついでにリゼットさんにジュディスさん、レン先輩とかサーラさんとかシズナさんとかにも手を出して、全員にキューって締め上げられたり。どんなろくでなしだよ。でもバンさん、できればバンさんにも一歩踏み出してほしいです。え？私に対してはともかく、やっぱりどこか踏み出せてないですよね。バンさんが誰かと付き合ったりしたら悲しいし、2日半は泣いちゃいそうですけど。えらく具体的だな。それでも多分嬉しくもあって、プラマイゼロになるような気もします。あんまりグズグズしてたら諦めが悪い子にまた迫られちゃいますよ。誰にとは言いませんけど、お母さんはお父さんを12年かけて落としたそうですから。そういえば明後日には2人と同じ8歳差にまた戻るんですよね。具体的かつリアルな脅迫してんじゃねえよ。8時に寮に迎えに行く。レンも含めて寝坊するんじゃねえぞ。はい、まだ起きていると思うので帰ったら伝えておきますね。どういう結果になったか多分知りたがっていると思いますし。バンさんも今夜は早めに休んでくださいね。それとヨルダちゃん方面に何かあればいつでも連絡してください。それでは。ああ、ん、バンさん。いや、なんでもね。
また明日。気をつけて帰れよ。はい。おやすみなさい、バンさん。2番線に極オーベル地区経由の列車が参ります。やれやれ、ピックアップを戻してジュディスには声をかけるとして。あんな振り方をしていい夢ってのはありえねえけどな。